お忘れをいたしまして、失礼いたしました。冒頭私からは2件、発言をさせていただきます。まず今日はですね、東京大空襲から、ちょうど70年という日になります。10万人、の方々が、命を落としたと言われる空襲でございまして、やはりですね、あれだけの犠牲を出したということ自体、我が国としては非常にこれは、しっかりと我々は胸に刻まなければならない事象だというふうに思いますし、やはり国策の誤りというものを反映した結果でもあるというふうに思っております。ちょうどドイツのメルケル首相がですね、日本に来られていて、さまざまなご発言をされていた中でですね、過去の総括が和解の前提であるという発言をされたということも伝えられております。でこれはメルケル首相としてはですね、個別の問題ではなくてという趣旨のご発言だというふうに受け止めておりますが、我々は、日本という、国としてですね、やはり過去の総括というのはやはり、これは、しっかりとしていかなければならないというふうに私としては考えております。もちろんドイツの例と日本の例は、単純に比較することはできないと思います。ただ一つの参考例として我々が頭に入れておくべきはですね、ホロコーストですね、これ何名の方が犠牲になったかということについては、これは諸説あるわけですけれども、例えば400万人という説もあれば600万人という説もあると。そういう中で、ドイツの国内で少なくともですね、主要な政治家であるとか、政府の中で、この数について、何かこう争うということは、私自身は、承知をしておりません。すなわち、ホロコーストということ自体について全体として、しっかりと総括をしているというのがドイツの例だろうというふうに思うんです。で、あれはもう本当に歴史上のですね、もう最大のですね、犯罪行為でありますから、それと日本のさまざまな責任の問題と同列に論じる必要はないというふうに思います。ただ、反省のあり方として我が国がですね、やはり先の戦争で、自国民はもちろんですけれども、周辺諸国に対して大変な被害をもたらしたということについて、しっかりと真摯に反省をするということは重要ではないかと私は感じております。ヨーロッパの友人などと話してますと、少なくともですね、そういうヨーロッパから見ている人たちなどから見ると、我が国が真摯に反省していないように見えると、そこが問題なのではないかという指摘を受けることがあります。でそのことは、やはり我々として重く受け止めなければならないし、残念ながら、今の安倍政権を見ているとですね、そこに、私はやはり疑念を持ちますので、戦後70年を迎えるにあたって心していかなければならないことではないかというふうに感じております。いやいや感想めいた話になりましたが、以上1点目で、次にですね、川崎で、上村亮太さんが亡くなるという悲惨な事件が発生をいたしました。でこれについても我々としてはですね、本当にこういったことがもう二度と起こらないような、さまざまな対応というのが求められるというふうに思います。で、少し背景をしっかりと見ていかなければならないと思うんですが、やはり経済的にもですね、非常に厳しい状況にある格差の問題、そういったことが社会全体で子どもを育てるという面で不足をしていた面が私はあったんだろうというふうに思います。ですからそういった部分で、民主党としてもですね、こういう事件が二度と起こらないような、対応ということについて、これからしっかりと打ち出していかなければならないところがあるというふうに思っております。この問題をですね、成人年齢の引き下げとこれ、絡めて議論する動きがあります。で私は今回選挙権がですね、18に引き下げられるということですから、成人年齢の引き下げのこの議論というのは、積極的にしっかりやっていくべきだというふうに思います。
一方で、この事件と直接関連させる形で、議論するということについてはですね、私は制度全体として議論すべきだというふうに思いますので、その方向でいくべきではないかというふうに考えているということを冒頭申し上げたいというふうに思います。はい、あとはご質問をお答えします。はい、それでは皆さんからのご質問をお受けしたいと思います。前のことで恐縮ですが、挙手をお願いいたしまして、指名されましたらお名前をおっしゃってからご質問をお願いしたいと思います。はい、それではいかがでしょうか。はい、じゃあ一番後ろの方どうぞ。あとです、企業献金、特に補助金に関してのですね、企業献金問題についてお伺いいたします。はい、自民党さんの方針というのは、企業団体協力金とかいうことなんですけれども、この法案を作るとしてどういうふうにしているのか。ですね、民主党としては、2011年の3月の10日ですから、実は東日本大震災の前日になるんですが、総会として方針を確認をしました。で、その方針が最新のですね、我が党としてまとめた方針です。ですから、それをベースにこれから政治改革本部の中で、議論をしていくということになると思います。あさってですね、しあさってか、3月の12日の夕方ですね、政治改革本部が開かれますので、そこが、もう一回議論をする、その議論のキックオフの場所としてはですね、そこがまさにその場所になるということですね。で、スケジュールについては、こういう事態ですので、できるだけ早く取りまとめるべきだというふうには思いますが、我が党としての議論はしっかりしなければなりませんし、他党ともどう連携できるのかということについて可能性を探っていかなければならないと思いますので、今の時点で明確にこの時までにということで申し上げるタイミングではないかなというふうに思います。はい、他にいかがでしょうか。はい、産経新聞の山本です。 LGBT の件で伺います。はい、確か来週超党派の議連をされてたと思うんですが、それの設立のですね、意義と趣旨を目的について伺いたいのと、あと渋谷区の例の取り組みに関してですね、憲法に抵触するんじゃないか、いや関係ないという、そういった議論も出てきているんですが、それについての楠本さんの見解を改めて伺えればと思います。はい、議員連盟の話は昨年あたりからですね、ずっと出ておりまして、自民党公明党を含めてですね、その中で、立ち上げていこうという流れになってきたという経緯です。で、私も、当事者の皆さんからいろいろ話を聞いたりですね、私自身もこの問題は相当しっかり考えなければならない問題だという意識が、ありましたので、いくつかの私も、その友人であるとか、本当に、子どもの時の、そういう、いろんな出会いであるとか、友人の中に、そういう人がいたとかですね、そういったこともありまして、非常に私も、いろんな、迷いもありながら自分の中で考えを整理してきたという経緯があるんですね。で、去年あたりから、じゃあ議連の設立についても議論をしてきましたので、しっかりとそういった皆さんの声を受け止める場所として、まずスタートさせるのは、私はいいプラットフォームができたのではないかというふうに思います。で、党内でもやはり議論していくべきテーマだと思います。それぞれの、皆さんの、生き方の選択の問題になりますしね。多様性をどう社会全体で受け止めていくかということにも直結をしますので、民主党としてもしっかり、どう差別を解消していくのか、それぞれの皆さんの生き方を尊重していくのか、そのあたりの議論はスタートさせたいというふうに思っています。渋谷区の件ですか。渋谷区の件は、私は自治体の動きとしてはですね、非常に大きな前進というふうに受け止めています。憲法に抵触する市内の議論が一部で起こっていることについての意見を変えます。はい、婚姻についての憲法の規定ですか。はい、
私はですね、いわゆる同性婚の議論というのはですね、もちろんいろんな議論があると思いますけれども、これをすぐに実現するということには、これは社会全体のことになりますので、なりにくい面があると思うんですね。ただそれが憲法に抵触するというふうには私は考えていません。あそこで同性の合意と言っているのはですね、例えば親に強制的に結婚させられるとかですね、そういうことではなくて、個人の意思を尊重するという趣旨で書かれている条文だというのが私の理解ですので、憲法に抵触するという理解は私はしておりません。はい、他にいかがでしょうか。はい、事実通信の石橋と申します。今日中川選手が国会に出てきますけれども、この件では機関費の問題や政務官としての職務を続けられるかというそういう問題も出てきていますけれども、この件についてはい、今日、午後ですか、国会でも議論になると、政務官も出てこられるということですので、そこでしっかり議論していただきたいというふうに思います。他にいかがでしょうか。はい、日経新聞の秋山です。憲法の話なんですけど、自民党ではですね、環境権は新しい政権、3つについて、議論して、来年参院選後には、改正案を発議したいというような方針を示しているんですけれども、民主党では岡田代表が、安倍政権の安倍さんが総理の間は、議論したくないという発言をされていますが、ご家族としては憲法について議論というのはどういうふうにお考えでしょうか。安倍総理と我々の憲法観に相当距離があるのは間違いないと思いますね。私も憲法そのものについては国民的な議論をして、必要なところについては改正すべきだという考え方を持っていますが、戦後70年にわたって果たしてきた憲法の役割というのは非常に大きいというふうに、評価をしています。評価をした上で、どうこれから、よりいいものにしていくかという議論は前向きにしていくべきだという考え方なんですね。ですから、総理の過去の発言を見ていると、そこの憲法観が相当違うということは率直に思いますね。で、そういう今の安倍政権、さらには自民党というものと憲法をどう我々として、議論していくのか、それに対してどういう提案をしていくのかということについては、これは代表の思いも非常に、大きなものがありますし、党内でも慎重に検討していく必要があるというふうに思いますので、憲法調査会という場所もありますのでね、まずはそこでの議論を待ちたいというふうに思います。はい、他にいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。はい、ありがとうございました。今日は大変お待たせをいたしました。これで政調会長の記者会見を終了したいと思います。ありがとうございました。